ドラゴンボールに登場するナメック星人の最長老のフィギュアを紹介します。悟空、ゴハン、クリリンがナメック星に行き、フリーザ一味と戦う物語の中で登場しました。テレビ版で言うと、ドラゴンボール Z だったかな？ちょっとうる覚えです。最長老には、その人の潜在能力を引き出すことができます。ゴハン、クリリンは潜在能力を引き出してもらい、パワーアップはできたのですが、フリーザを超えることはできませんでした。悟空は、フリーザとの戦闘の末、怒りを爆発させ、スーパーサイヤ人に変身しました。圧倒的な強さで、フリーザを倒したのには驚きましたよね。この最長老のフィギュアは、前にもご紹介しました。その時は、まだ編集能力もなかったので、面白くない動画になっています。面白く作れたかどうかはわかりませんが、撮り直しをしたので再配信します。残りわずかな寿命だったので、登場シーンとしては出番が少なかったのですが、その存在感が半端ではありませんでしたね。このフィギュアも貫禄ある仕上がりになっています。以上が、ドラゴンボールに登場するナメック星人の最長老様のフィギュアの紹介でした。
Mm-hmm.